長瀬さん、はい、それで長瀬さん的になんか現場の面白いエピソードって何かありますか？現場の面白いエピソード、いやこれは 笑ってしまったっていうか、あとまあ苦い思い出っていうか、いや何ですか、なんかね、僕ねやり始めの頃、あの、まあ、エキストラ男優って、エキストラの男優さんだった頃、集団ってやつですね、まあ、そういうことですね、その時にちょっと5人ぐらいいたんですけど、で知らないんですか、そうそう、台本の中にこう塾長さんなんですけど、こうおしっこを飲むっていうのがあって嫌だなと思って、これ誰が飲むんだろうと思って、みんなこうやりたがらなかったんですよ、5人とも。で監督がじゃあじゃんけんしようっつって、ね、公平ですね、じゃんけん負けたやつちょっと飲もうよっつって、えっつって、まあ5人いるから大丈夫かなと思ってじゃんけんしたら見事に負けまして、初めておしっこ飲みましたと。それどうでしょうか、どんな味でした？いやなんかね、腐ったドブみたいな、なんか気持ち悪かったですね、腐ったドブ、それ以来僕飲んでないですよ、ドブドブですね、ドブ、それ以来飲んでないですね飲んでない、もうスカトルとかもやってないんですけど、そんな感じですかね。どのぐらい飲んだんですか？いやもうね結構出たんですよ、その人めっちゃ出て、このババアと少しずつこう出してはいたんですけど、でもごくごくは欲しいっていうからこうごくごくちょっとやってこの野郎っつってね、レギュラー一緒でそんなちょっとね監督も気使ってね、プラスしてくれればね、ね、でもねじゃんけん負けましたからしょうがないですね。どうでしょうか、こういうので面白い、あざし、なんか他になんか、ね、他他なんかえどういうの、いや例えばすごい、あこれは本当良かったなっていうのとかあります？これは本当大変やってて良かったとか、これは良かった、まあでも僕はどちらかとあんまないですよ、そのだってすごい好みの女性と絡んだりとかも、ああそういうのはね、どれ良かったありますよね、なんかすっげえ興奮して良かったなとか、例えば、一番興奮したのは、こう AV の世界にも、ね、スタッフさんっていらっしゃるんですよ、メイクさんもいれば AD さんもいれば、ね、あのいろんなスタッフさんっていらっしゃって、ね、あのスタッフさんがモデルも兼業でやってる方ってまあ昔たまにいたんですよ、で僕もうスタッフさんだとばっか思ってた人がある時こう行ったら、モデルさんで出てたんですよ、それちょっと興奮しちゃいましたね、それはどうでしょう、いやいやいや今じゃあれあんまあれないですよね、今はあんまないですね、それね、あの僕がやってるバコキャンっていうのでね、女のスタッフが最後やっちゃうっていうのありましたけどね、それ興奮しますよ ね、だからみんなね、素人の人びっくりしてえーみたいな、そうそうそう、そういうまさかまさかえこの人がえそれはこう顔とかそういう容姿とか関係なく、ちょっと興奮しちゃったって、どうでしょう、あいいですあす今後の永田さん的にはどういうふうに、今17年やられてる、16年です、ね、16年やられて、はい、今後はね、まあ、特にあんま考えてないですね、でもやれるとこまでやろうかなっていう気はしてるんですけど、だから僕そんなまあねダブルとかトリプル組んでる大丈夫じゃないので、だからもう体はちょっと気をつけながら、まあやっていこうかなと、ね、やれるとこまでやれるとこ、どうすかね、まあガタは来てますけどね、あお互い頑張ります、頑張ります、ね、レジェンド同士、ね、レジェンド同士、もう一郎さんはもう大先輩ですからいろいろ教わりましたからね、ね、昔のねすごい、今もすごいですけど昔はもっとさらにね、もう一郎さんで、ね、ついていきますよ、頑張りましょう、頑張りましょう、はい、はい。